藤井工務店の家の暮らし方ナンバー48として、今日は電気料金の計算の仕方についてお伝えします。最近電気料金が急激に上がるとか、電気料金の補助制度があるとか、いろいろエネルギーコストについてこう話題になっているので、定期配信から、ちょっとしばらく経つんですけども、何回かエネルギーコストについてお話ししていきたいと思います。まず、電気料金っていうのは単位は、1キロワットアワーあたりいくらっていう単位になっています。ガソリンなんかだったら1リットルあたり、灯油もそうですね、1リットルあたりで、ガスなんかは1リューベ、立方メートルあたりっていうような単位なんですけども、電気の場合は1キロワットアワーあたりっていう単位になります。この1キロワットアワーっていうのは、1キロなので1000ワットの消費を1時間1000ワットを使った時の電気の量です。例えば、そうですね、500ワットの電気ストーブを使ったとすると、500ワットかける2時間使ったとしたら1000ワットになるので、1000ワットっていうことは1キロワットなので1キロワットアワーっていう、そういった単位です。まず単位のについて、ちょっと押さえておいてください。次に、電気料金については、北海道電力の場合、家庭用の場合ですね、2つに分けられます。1つは、重量電灯 B っていう、これはオール電化でない方がこの重量電灯 B っていうやつにほとんどなります。そしてオール電化の方は、最近だと、E-Time3 電気料金になる方がほとんどだと思います。ここでまずオール電化の方の、電気料金 E-Time3 と、そうでない方、重量電灯 B のこの2つがあるということをまず、お話します。では、重量電灯 B について B から、ご説明していきます。これは北海道電力のホームページのところで電気料金の計算式みたいな、計算ソフトみたいなのがホームページの中にあるんですけども、その中のものです。最初の基本料金がまずあります。ガソリンを給油するときには基本料金ないですが、電気のときには、電気とかガスのときにはこの基本料金があるので、まずここを押さえておいてください。でこの2046円というのは、これは60アンペア、ちょっと大きめの60アンペアの場合です。太陽光発電なんかをつけているお宅では、家での消費量はそんなに多くなくても、太陽光発電で発電した電気を売電するときに結構大きな容量の電気が流れるので、こういう60アンペアの契約をしている場合がほとんどです。その次に1段目、2段目、3段料金という3つに分かれています。電気使用量1キロワットアワーから120キロワットアワーまでの時には 23.97 円ですよ。で、2段目が121キロワットアワーから280キロワットアワーまでが 30.26 円です。で、3段料金として281キロワットアワーより、たくさん使った分は 33.98 円ですよ。で、この電気料金は使えば使うほどこう高くなっていくっていうような電気料金です。で、これ電気料金はこの3段階を、の電気料金をそれぞれの部分で足していきます。今回これシミュレーションしたのは300キロワットアワー電気を使うという家庭での、シミュレーションなんですけれども、まず、1キロワットアワーから120キロワットアワーの部分、120キロワットアワー分は、2876円です。で、次の2段階分、121から280キロワットアワーの160キロワットアワー分は 30.26 円の単価で4841円。そして一番高い281キロワットアワーから上の20キロワットアワー分は 33.98 円の単価で679円。電気料金はこれ、それぞれの1段階目、2段階目、3段階目を足していく、それぞれ計算して足していくっていう計算になります。これがもしガス料金なんかの場合は、ガスは使えば使うほど安くなっていくという、単価になっていることが多いです。その一番たくさん使って安い金額で全部の1リューベから、その例えば300リューベまで全部その計算にします。電気料金はそうではなくて、1段階目で計算、2段階目で計算、3段階目で計算で、それを、全部足すっていう、そういう計算になっています。で、次に、燃料調整額っていうのがあります。この燃料費調整額っていうのが、今一番問題になっているというか、高騰しているっていう部分ですね。で、ここは3円66銭となっているんですけども、これは実際は
これ7円あの国の補助があるので、その分がすでにこの計算式これ引かれてるあのものになっています。これは今年の2023年1月をモデルに計算入れたんですけれども、すでにもう引かれてる7円引かれてる計算になっています。なので本当は10円66銭ということになるんでしょうか、今年の1月使用分の電気料金は。で、まあ、ここで7円引かれてるんですけども、それで1098円となっています。それでこの過去7番のとこですね、ここで基本料金とこの1段階2段階3段階での料金を足して、さらに燃料費調整額を足した額が11,541円となっています。そしてその再生可能エネルギー発電賦課金というのは、これは太陽光発電とかの売電なんかの金額を少し割高に買ってもらっているっていう、その制度のためのみんなが少しずつお金を出し合ってっていう、その部分のお金です。でこれが 3.45円、3円45銭ということで、これを300キロワットアワー分足して1035円で、全部合計が 12,576円という計算になっています。でここでその1キロワットアワーあたりの電気の料金というか、よく計算するときにこの第一段階の例えば23円97銭、これだけとか第二段階の 30.26円、これだけを計算するっていうことがよくあるんですけども、実際には12,576円を 300kWh で割ったら 41.92円、ほぼ42円というそういう計算になります。でこれは今この7円、国から補助が補助されているという金額でこの42円で、これが補助されていなかったら49円ということになるし、で、北海道電力は4月からこの1段階目料金、2段階目料金、3段階目料金、ここの料金をこの23円とか30円のここの部分を 20% とか 30% 上げるというふうに発表しています。なのでそうなると国の補助の7円というのがその分値上げされるようなことになると思うので、おおむねもう1キロワットアワーあたり50円というのが電気料金と思ってください。そうなると、例えばその先ほど申し上げたように500ワットの電気ストーブを2時間使ったら1キロワットアワーですよね。そうするともうそれだけで50円から電気ストーブを10時間使ったら5キロワットアワーなので250円とか、そういう金額お金がかかるっていうふうに思ったらいいと思います。次にオール電化住宅の方の電気料金についてご説明します。オール電化住宅の方は先ほどの重量電灯と違う料金体系になっていて、 E タイム3プラスとかっていう電気の電気料金の仕組みになっています。大きく3つの時間帯に分けられています。一つが朝晩時間っていう時間帯で、これが朝の8時から13時まで、午後1時まで、それと18時、午後6時から夜の22時まで、ここが普通の値段ですね、30.9 円という値段の時間帯です。そして次に午後時間、これは13時から18時、この時間帯が非常に高くて 40.67 円という料金になっています。この時間帯に電気をなるべく使わないようにするのがポイントだと思うんですけれども、そして3番目に夜間時間帯、これが22時から翌朝の8時まで、ここが 14.63 円ということで、この時間帯にエコキュートですね、温水器でお湯を作るなどしておくというのがオール電化住宅の基本的な使い方になっています。この E タイム3プラスとかでも同じように今申し上げた3つの時間帯、基本的な料金の他に燃料調整額というのが加算されます。この表は 800kWh 一月に使った家庭として試算したものです。 800kWh 使っていて、で燃料調整額が9円91銭、この9円91銭というのはこれは国の補助7円が値引きした分です。12月から北海道電力この燃料調整額さらに値上げをして6円から7円値上げしたそうです。ちょうどその値上げした分が国の補助で割り引かれているというような感覚だと思います。
それで、この燃料調整額が、まあ、加算されて、まあ、少しなんか、割引があるみたいなんですよ。エコキュートやエアコン、コネティエアコンの値引きが少しあるみたいです。でそして、再生可能エネルギー、賦課金、これは先ほどの、重量電灯と同じに1キロワットアット当たり、3円45銭が加算されています。そして合計が、まあ、3万5000円ぐらいの、請求になるんじゃないかという試算です。ここで電力料金のところの朝晩時間が200キロワットアワーというふうに仮定しています。で午後の時間帯、高い時間帯に300キロワットアワー使っています。で夜間の深夜安い時間帯に300キロワットアワー使っていますということで、これが、もし午後の、高い時間帯が、少なくて朝晩の方がその分多いとかであれば、電気料金は、その分安くなっていきます。ですので、オール電化の住宅の方は、もちろん蓄電池を、設けて夕方の時間帯ですね、午後時間帯、この40円の時間帯を、なるべく蓄電池で電気を賄うなどする、もしくは、この時間帯、午後1時から午後、6時ですね、この時間帯は寒冷地エアコンをなるべく使わずに、薪ストーブやペレットストーブで暖房をするなど、この時間帯、高い時間帯になるべく電気を使わずに、安い時間帯に、電気を使うというような、暮らし方をしていくと、お得になっていきます。そして最後に、国の、この7円の、補助というのは今年の1月から8月までの、使用分についての、値引きだというふうに、発表されています。ということは、まあ、9月使用分からはこの補助がなくなる。電気料金はまず上がりますので、4月に、北海道電力も含めて、2、3割上げると言われています。で燃料調整額も、上がっていくのではないかと思うので、今年の9月からより一段電気料金が上がっていくっていうふうに予想されます。なので皆さんもその電気料金の仕組みを、よく理解していただいて、どうしたら効率よく電気料金をこう下げていけるのか、節約できるのかということを考えていただいたらいいと思います。以上です。